フリースタイルフットボールは、サッカーから派生したスポーツで、サッカーボールを用いて、パフォーマンスを行うものである。フリースタイルフットボールとは、リフティングや、ドリブルなどのサッカーの技術を飛躍させて、見せるものにした文化である。立った状態で足技を行うエアムーブ、座った状態でボールを扱うシッティングムーブ、上半身でボールを扱うアッパームーブ、地面に、 ボールがついたまま扱うグランドムーブなどのカテゴリーに分かれているが、現在もカテゴリーは派生し続けさらに枝分かれしている。もともとは大道芸の一つやショーケースとして発展してきたが、近年は各地で大会が行われるなど競技としての面も強くなっている。審査基準や手の使用の可否、道具の使用の可否などのレギュレーションは各大会によって違う。 サッカーボールを用いた足技は古くから存在したがそれがフリースタイルフットボールとして世界に広まり始めたきっかけとなったのはナイキが2003年頃に始めたキャンペーンであった有名プレイヤーのロナウジーニョ、ロナウド、ダービッツらを起用したジョガボニートと呼ばれる選手たちによるテクニックを収めたビデオがいくつか作られインターネット上でも公開された初期は 韓国のプロフリースタイラーのミスターウーにも見られるようなサッカーの要素を強く残したスタイルが主流であったが、その後インターネットの普及や動画サイトの誕生によって、世界中のプレイヤーが新しいトリックを生み出し、自由に公開できるようになると、フリースタイルフットボールのトリック、スタイルはより複雑化し、多様性を持つようになった。主に5号級、4.5号級。 4号球を使用するが、大会によっては4号球が禁止されていることがある。昔は専用のボールはなかったため、サッカーの公式球を使用する選手が大半だったが、近年は、グリップ力を強化した専用ボールを使用する選手が、いる。主な専用ボールのブランドは、モンタ、4フリースタイル、アーブニュボール、スプーン、立ちからなどがある。主に旗揚げ形式化。 採点形式の二つがある。しかしフリースタイルフットボールにおいて技ごとにポイントが設定されているわけではない。ジャッジごとにコントロール、クリエイティビティ、ベストトリックなどの採点基準があり点数は書く、ジャッジの主観によって付けられる。ジャッジは3人から5人程度で構成されることが多いが、その中にはフリースタイルフットボーラー以外からもサッカー選手、フリースタイルバスケットボーラー、 ブレイクダンサーなどが選ばれることもある。時には、ジャッジの過半数が、フリースタイルフットボール専門外のプレイヤーで構成されることもあり、しばしば判定ミスが争点に上がることがある。フリースタイルフットボールの技はその数が膨大すぎる、ために全てに名前がついているわけではない。また、命名方法も不規則で、現状ではその技を最初に言った人物が勝手に、 名前をつけてそのまま浸透してしまうことが多い。0.5レボリューショントリック1レボリューショントリック1.5レボリューショントリック2レボリューショントリック2.5レボリューショントリック3レボリューショントリック4レボリューショントリックハット h t t p s コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ v コール lnnrttqnfww.https://www.youtube.com/. コロンススララッッシシュュスラッシュオチ v イコールフンベ 3cqrp4https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュオッチ v イコール3アイクスムス94をハット https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュオッチ v イコール fgsr5 pnl0fm ハット https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュオッチ、v コールエズゲクプブボ。ありがとうございます。